どうも、小田香織です。この度新たなファンコミュニティ、香織ホールディングスを立ち上げることになりました。今までね、 LINE ライブという、場所で、顔チャンネルとして配信をメインにというか、まあ、配信だけをやってきたんですけれども、3月からはファニコンさんで、新しいコンテンツを、やっていきたいなと思います。まあ、どんなことかというと、まあ、今まで皆さんと過ごしてきたこうコミュニティの中では、まあ、配信がメインなので、私が好きな時に配信をして裏側を配信したりコメントを拾ったりっていうことだったんですけど、これからはですね、配信以外のこともたくさんやっていけるようになります。例えば、まあ、そうだな、みんなと一緒に、まあ、そのグループチャットって言って掲示板の中で会話ができたりとか、お誕生日メッセージを送り合ったりとか、まあ、もちろん、ライブの裏側の、動画とか画像とかそういうのも、アップできるようになります。で、今回は、プランが2つあって、まあ、そこはあの顔チャンネルから派生した感じにはなるんですけれども、役員プランと株主プランということで、ちょっと料金とサービス内容を変えさせていただくことになります。で、今提示しているのはごく一部なんですけれども、まあ、生配信があったり限定画像があったり、限定グッズが当たるようなこうスクラッチくじみたいなのがあるのが、まあ、ざっくり言うとね、役員プラン で株主プランの方はそれに加えて、動画の限定動画のアップだったりとか、あと限定イベントの方を、まあ、そのプランごとに、やれたらいいなっていうふうに思ってます。で、まあ、いろいろ顔チャンネルの中で皆さんが企画会議をしてくださって、こんなことをやったらいいんじゃないか、あんなことをやったらいいんじゃないかっていうご提案をいただいたものをリアルでイベントでやると実はちょっと難しいなっていうこともあるけれど、この香織ホールディングスの中であれば、コミュニティの中であれば、なんかもう少しライトに集まりやすくなるんじゃないかなと思いました。で、まあ、特に今年はですね、まあ、小田香織ソロデビュー16年目にはなるんですけれども、まあ、実はソロ活動よりも梶浦由紀さんの現場だったりとか、ほとんど小田香織としてのこうライブやイベントを打つことが、まあ、まずできないんじゃないかなっていうスケジュールがちょっと続いてしまうので、まあ、自分のライブをやるのがぶっちゃけいつになるのか全然わからないんですね。なので、その代わりにもう少し、なんだろうな、ちょっと言い方が難しいけど、ライブをやるよりはもう少し私自身がこうカロリー低めに、皆さんともうちょっと手軽に集まってライブをやったりイベントをやったり、少人数のものももちろんそこに入ってくると思うんですけど、ちょっとそういうことを少し、なんだろうな、新しいコミュニティとしてちょっとやって見ようかなと思ってます。なので、普通にライブチケットを買っていくライブよりこの月額の中に入ると、まあ、いろんなライブがその中で見れるよと思ってもらうのが、もしかしたらちょっとイメージとして近いかもしれません。ただ、あくまでもファンコミュニティなので、私がこうやるからついてきてねっていうだけじゃなくって、こんなことをやったらどうですかとか、このイベントやるんだったらこういうのどうですかみたいな、皆さんのご意見っていうのをすごく吸い上げやすくなるので、そのあたりをですね、ちょっとじっくり考えながらやっていきたいなと。で、また顔チャンネルと違って、まあ、そのファニコンさんのスタッフもそうなんですけど、いろんなスタッフの方が今度関わってくるので、もう少し、なんだろうな、いろんなやり取りがスムーズになったりとか、まあ、そのチケット選考みたいな個人的な、こう、なんていうの、枠の中でやるようなこととかも、もう少しやりやすくなっていくようなので、その辺をお楽しみにしていただければなと思います。まずは多分入ってみないとちょっとイメージがしづらいかなと思いますので、ご興味ある方はぜひ入会していただいて、で、入会した結果良かったなと思ったら、いろんな人にシェアしていただけたら嬉しいなと思います。ということで、ぜひぜひ香織ホールディングスに皆さん入会していただければなと思います。今後とも小田香織をどうぞよろしくお願いします。